加賀温泉駅は石川県加賀市作見町にある西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。当駅は加賀市の中心駅、代表駅で加賀市内では最も多くの優等列車が停車する駅となっている。当駅を起点とし各観光地への路線バス網が展開されている。事務観光度は54万1439を使用している。開業当初は桜見駅という 普通列車しか停車しない小駅に過ぎなかったが、隣接する東京駅と大正寺駅が、片山津温泉、山城温泉、山中温泉の各地元を巻き込み特急停車をめぐって激しい争奪戦を繰り広げたため、これを沈静化する目的で両社の中間にある、この駅に特急列車を集約して停車することとなり、駅名を解消して、周辺の温泉地の玄関口となった。 島式ホーム2面4線を持ち、待避設備を有する地上駅である。駅舎から各ホームへは、連絡通路で接続している。なお、ホームは2階にある、JR 西日本の直営駅で、小松駅の非管理駅となっている。駅構内には、緑の窓口、友人改札口、発車票化粧室などがある。 2017年3月4日から2018年3月16日までは1番。乗り場が2020年3月14日から2021年3月までは4番。乗り場が使用停止予定。退避していた列車は大正寺駅、阿わ駅で行う。北陸新幹線は在来線駅南側に相対式ホーム2面2線と中央に通過線2線を有する高架駅として計画されている。 新幹線駅デザインは、格子のイメージをデザインに決定している。現在の販売業者である、高野商店は、元は、福井県の今城駅の駅弁業者であった。北陸トンネルの開通で、大正寺に移転した後、作くの加賀温泉への解消と、特急停車により、駅弁の需要が生じたため、当時の国鉄の勧めで当駅に移転した。駅の裏側に社屋がある。主な駅弁は、 下記の通り、2018年度の1日平均乗車人員は2148人で、ある、石川県統計所と、加賀市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。加賀温泉バス、吉崎線は、従来、山中温泉大正寺駅塩屋の系統だったが、投資で運行するバスは存在せず、大正寺駅前、大正寺実業高校前から、 山中温泉へ向かう便と塩屋へ向かう便があったが2015年3月のダイヤ改正で系統分割を行い校舎を加賀温泉駅まで延長。なお以前あたり駅から出ていた淡津温泉業は小松駅から数本運行されている廃止路線における今後の動きについては未定。過去には大正寺加賀市民病院へ向かうバスも乗り入れていた。 西東京バスウィラーエクスプレス日本海観光バス中、日本ツアーバス系福利無人バス日本海観光バス、特急、サンダーバード、白鷺、ダイナスター、おはようエクスプレス、おやすみエクスプレスの隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと、西日本旅客鉄道北陸本線大正寺駅、加賀温泉駅、東京駅西日本旅客鉄道北陸新幹線、 小松駅加賀温泉駅や波ら温泉駅、ありがとうございます。